どうも皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ニューヨークを代表的な夜景スポットであるトップオブザロックですね、ロックフェラーセンターの展望台となっております。こちらですね、エンパイアステートビルも人気なんですけども、こちらのトップオブザロック、ロックフェラーセンターの展望台もとても有名となっております。69階と 70階と、なっておりまして、一つは、ガラス張りになってるんですけど、もう一個上は本当にガラス張りもなく、本当に綺麗にニューヨークのマンハッタンが見れます。それで何より綺麗なのは、夜景の中にエンパイアステートビルが真正面で見れるということで、エンパイアステートビルの、展望台もとてもおすすめですし、こちらもおすすめです。私としては両方行かれることをおすすめしております。でですね、こちらの建物の中に入り口があるんですけども、本当に分かりづらいんです。こちら今、ロックフェラーセンターの目の前の、スケートリンクですね、が映ってますけども、こちらの、入り口から入っていただいて、地下1階へ行ってください。ひとまず覚えておいてほしいのは、この建物の地下1階に入り口があるということだけ押さえておいていただければ大丈夫かなと思います。地下1階まで行けて一周できれば入り口は見つかりますので、地下1階までね、行ければっていうのも、地下1階に受付などもあるんですけども、本当にそこに行くまでに私は一番最初行った時に結局たどり着けずに帰るということになってしまいましたので、地下1階に入り口、チケット販売所、シティパスの交換所も含めてそちらにありますので、それだけ押さえてね、行かれることをお勧めします。こちらはニュースとかで出ている通り、世界一のね、クリスマスツリーなどの、展示されるような場所です。こちらが、入り口となりますね。はい。シティパスを持って行かれる際はですね、こちらは本当の入り口なので、チケット交換所がまた違う場所にあります。そんな遠くないんでね、こちらの映像で、分かると思いますけども、本当に斜め、反対側の通路の、突き当たりにチケット交換所があります。で、シティパスの場合はですね、空いてる場合はそんなでもないと思うんですけども、こちらは11月の頭ぐらいで、冬の初めぐらいで、な観光シーズンの真ん中だったので、私はもうそのこの時間に行ってそのまま入場できると思ってたんですけども、残念ながらですね、何時から何時までの間に来てください、そういう感じの案内になってしまう。こちらは多分シティパスだからだと思いますので、直接ね、トップオブザロックの、ネットサイトから購入され、チケットですね、購入される場合は、そんなことはないかと思うんですけども、以前はシティパスはですね、本当に便利で、そんなこともなかったんですけども、ここ最近はですね、シティパスの利用者がとても多くなってきたこともありまして、そういうね、シティパスの方は何時から何時までにもう一度来てくださいみたいな、予約みたいな感じですね。な感じで、取り扱われることがあります。で、私が夕方5時ぐらいに行って、結局7時半とか8時ぐらいの入場になったんですけども、こちらが入り口から、上に上がっていくところなんですけども、こちらはですね、写真が撮れたりなど、このロックフェラーセンターが出来上がるまでの歴史なんかを見ることができます。こういうのもやっぱり、観光スポットならではで面白いですよね。
ぜひ見られ、見ていかれることをお勧めします。まあ、英語なんでね、ちょっと難易度はあるかもしれませんけども、まあ、見ているだけでもね、まあ、こんな感じかな、みたいな。見ることができると思います。こちらに今ね、正面に写ってる写真など、どっかで見たことないですかね。私はこちらに来る前にですね、こちらの写真を見て、あれこれどっかで見たことあるな、みたいな感じの印象だったんですけども、まあこちらの、観光、展望台自体がトップオブザロックっていう名前です。建物はロックフェラーセンターなんですけども、この観光スポットとしてはトップオブザロックという名前になる。それでは、長蛇の列を登ってトップオブザロックの看板を見てですね、エレベーターに乗り込みます。まあ、こちらの店員さんもですね、本当に陽気で冗談を言いながら搭乗を迎えてくれます。こういうのもなんかニューヨークらしいっていう、まあアメリカって感じですかね。私としては結構楽しくて印象はいいんですけど、皆さんどうですか？エレベーター内のこの演出、ぜひ楽しんでください。初めて行った時、とてもびっくりしたので、おすすめです。エレベーターを降りるととうとう展望台となっております。こちら第一段階の展望台は、まあ、反射してるからわかるかと思うんですけども、こちらはまだガラス張りがねある展望台です。こちらともう一個上にね展望台がありまして、まあ、そちらは、鏡など、ガラス張りなども何にもない、本当に360度、まあ、移動できて、夜景が楽しめる場所となっております。で、私は今これそちらのもう一個上の階に探してるんですけども、あ、エスカレーターがあったと思って勢い余って乗ったら、間違えて下に下るエスカレーターで、こちらじゃないです、もう一個隣にあるんですけども、こちらのエスカレーターで上に上がらなければいけないところを間違えて下に下ってしまったということで、今戻っておりますけども、まあ、ニューヨークにね行かれる際はこのロックフェラーセンター、エンパイアステートビル、まあ、こちらロックフェラーセンターのトップオブザロックっていう、展望台なんですけども、私としては本当にこの2つのうちの1つ、ロックフェラーセンター、エンパイアステートビルのどちらかが確実にナンバーワンのニューヨークでスポットだと思っております。まあ、ハリミルトンパークとかもあるんですけども、またこの特にロックフェラーセンターはですね、この目の前でエンパイアステートビルも入ったマンハッタンの夜景が見れるということで、まあ、写真もね綺麗に撮れます。まあ、それにはやはりある程度お値段するデジタルカメラを持っていかないと綺麗に撮れないので。ぜひ行かれる際はですね、まあ、帰った後友人、知人、SNS に載せる方は、まあ、ある程度お値段するデジタルカメラ、夜景が撮れるデジタルカメラを持って行かれることをお勧めします。まあ、せっかく行くんでしたらね、持って行ったらいいんじゃないでしょうか。私はお勧めしております。で、また、上りエスカレーターを見つけて思っております。
ちなみになんですけど、ニューヨークの観光スポットは全ての場所においてセキュリティチェックがあります。この、ロックフェラーセンターにもセキュリティチェックがありますので、まああの何ですか、危険物もしくは刃物、拳銃みたいな、金属探知機もありますので、そういうものは持ち込めないとなっておりますので、ご注意ください。持ってる方いないと思うんですけども、そういうセキュリティチェックがあるということだけを押さえておいてください。こちらの先ほど、ですね、戻ってきましたね。こちらの、よりもう一個上にですね、この左側のガラス張りがない、場所があります。そちらに今向かっているところなんですけども、こちらの室内もですね、この照明がいろいろあって面白いんですよね。行かれる際はぜひちょっと立ち止まってください。いろいろ楽しめると思います。さあ、それでは上の階に向かっていきたいと思います。まあ迷うことはないと思うんですけども、ひとまず一周ぐるっとしてもらって、階段を見つけてもらって、上の階に上る感じとなります。まあここからですね、だいぶ狭いですけども、まあ360度ね、一周できて、まあ、皆さん写真を撮っておりますので、見えますか？伝わりますかね？ちょっとこちら GoPro ヒーローズで撮ってるんですけども、ちょっとやけにはそんな強くないカメラなんで、ちょっと現実よりかはですね、光が抑えた感じで映ってるかなと思うんですけども、それでもまあ、綺麗だと思います。もうちょっとですね、人の分けて展望台を歩いておりますけども、こういう感じとなっております。左右に360度見えます。夜景、ここからね、夜景を一気にドンと流していきますので、楽しんでください。こちらはロックフェラーセンタートップオブザロックの夜景となっております。ぜひ行かれる際はですね、こちらを訪れてみてください。このまま私はフェードアウトしますけども、ぜひね、行ってほしいスポットの一つであります。今回もね、最後までご覧いただいてください。お願いします。とっても綺麗な、また次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。